10月17日、足長おじさんへ。もしも体育館のプールの水がレモンゼリーだったら、その中で泳ぐ人は浮いていられるか、それとも沈むか。今日デザートにレモンゼリーが出たとき、この話題になりました。それから30分、激論が続いて、未だ決着していません。サリーは泳げると思うと言うけど、私は世界で一番水泳が上手な人だって、絶対沈むに決まってると思います。レモンゼリーに溺れるなんて、笑えると思いませんか？食堂で話題になったことは、あと二つありました。1、八角形の家の部屋は、どのような形か。絶対に四角だと主張する子たちもいましたが、私はパイを切った時みたいな三角形にならないとおかしいと思います。そう思いませんか？2、内面が鏡張りのすごく大きな球体があって、その中に座っているとしたら、どこまで顔が映って、どこから背中が映るようになるか、考えれば考えるほどわからなくなります。私たちが暇な時間にいかに深遠な哲学的思索に励んでいるか、お分かりでしょう？球場選挙の結果についてお知らせしましたっけ？選挙は3週間前だったのですが、毎日が飛ぶように過ぎていくので、もう大昔だったような気がします。サリーが当選して、私たちはマクブライド万歳と書いた横断幕を掲げ、14人、ハーモニカ3人、コーム11人からなる楽隊を従えて松明行列をしました。今や258号室の私たちは VIP です。ジュリアと私も恩恵に臆しています。球場と同室というのはなかなか大変なものです。Bonne nuit. おやすみなさい。Cher. 大好きなおじさま。Acceptez mes compliments. ごきげんよう。Très respectueux. 慎んで。Je sais. Bottle. あなたのジュディより。11月12日、足長おじさんへ。昨日、バスケットボールで1年生に勝ちました。それはもちろん嬉しいのですが、3年生に勝てなかったのが残念。3年生に勝つためなら、私、全身が黒と青のあざだらけになって、ウィーチヘーゼルでぐるぐる巻きにされて、ベッドに一週間寝たきりでも構わなかったのに。サリーがクリスマス休暇に実家へ招待してくれました。サリーの家はマサチューセッツ州ウースターにあります。招待してくれるなんて、いい友達でしょう？私、ぜひ行ってみたいです。普通の家庭で暮らしてみた経験がないんだもの。ロックイローはあるけれど、センプルさんご夫妻は大人だし、年寄りだから、数に入りません。でも、
マクブライド家には子供たちがうじゃうじゃ。少なくとも2、3人はいるし、お母さんがいて、お父さんがいて、おばあちゃんがいて、アンゴラ猫までいるんです。完璧な家族が揃っているんです。トランクに荷物を詰めて出かけるのは、寮に残るよりずっと楽しいです。考えるだけで胸がワクワクします。7時間目。急いでリハーサルに行かないと。私、感謝祭の演劇に出ることになっているんです。ベルベットの上着に、金髪の巻き毛の王子様で、塔に幽閉されている役。面白そうだと思いませんか？それでは、J.A. 土曜日、私がどんな顔してるか、お知りになりたいですか？リオノーラ・フェントンが撮った私たち三人の写真を同封します。笑っている色白の子がサリー。背が高くて鼻をツンと上向けているのがジュリア。チビで髪の毛が顔にかぶさっているのがジュディです。ジュディは本当はもっと美人なのですが、太陽の光が目に入って眩しかったのです。ストーンゲート屋敷にて、マサチューセッツ州ブースター、12月31日、足長おじさんへ、もっと早くにお手紙を書いて、クリスマスの小切手にお礼を申し上げるつもりだったのですが、マクブライド家での毎日は、夢のように楽しいことがいっぱいで、2分と続けて机の前に座っていられる時間がありませんでした。新しいドレスを買いました。必要に迫られた買い物ではなく、ただ欲しかったからです。今年のクリスマスプレゼントは、足長おじさんからいただきました。家族は愛だけ送ってきました。サリーの家に来て最高に素晴らしい休暇を過ごしています。サリーの家は旧式なレンガ造りに白い縁取りの大きな屋敷で通りから奥まったところに立っています。まさに私がジョン・グリア孤児院にいた頃、好奇心満々で眺めては、中がどんなになっているんだろうと想像していたようなお屋敷です。自分の目で中を見られる日が来るとは思ってもいませんでした。でも、今、こうして見ています。何もかも、とても居心地が良くて、リラックスできて、家庭的な雰囲気です。私は部屋から部屋へと歩いては、調度品に見とれています。この家は、子供たちが育つのに、最適な家です。かくれんぼにちょうど好都合な、薄暗い物陰があるし、ポップコーンを煎るのにちょうどいい暖炉があるし、雨の日に騒いでも大丈夫な屋根裏部屋があるし、階段にはつるつるよく滑る手すりがついていて、一番下のところがいい具合に
平らな欄干になっています。すごく広くて日当たりのいいキッチンには、この屋敷に13年も住み込みで働いている太っちょで陽気な料理人さんがいて、いつも子供たちがパン焼きして遊べるようにパン種を取り分けておいてくれるんです。見てるだけで、ここで子供時代をやり直したくなるような素敵なお屋敷です。それに家族もとっても素敵。家族がこんなに素敵なものだとは夢にも思いませんでした。サリーにはお父さんとお母さんとおばあちゃんがいて、髪がくるくるカールしたとっても愛らしい3歳の妹がいて、いつも靴の底を拭うのを忘れる中くらいの弟がいて、あとジミーという大きくてハンサムなお兄さんもいて、この人はプリンストン大学の3年生です。食事のテーブルは、それはそれは陽気で、みんながあちこちで冗談を言い合っては笑っています。それと、食前のお祈りもしなくていいのです。一口食べるごとに、誰かさんに感謝しなくていいというのは、ほっとします。私って、罰当たりですよね。でも、おじさまだって、私と同じくらい、散々感謝のお祈りばかり、言わされたら、そういう気持ちになると思います。私たち、すごくいろんなことをしました。書ききれないくらいです。サリーのお父様のマクブライド氏は工場を経営していて、クリスマスイブには社員の子供たち向けにプレゼントを吊るしたクリスマスツリーを飾りました。ツリーを置いた細長い荷造り発送用の部屋は、常盤木やヒイラギで飾り付けてあって、ジミー・マクブライドがサンタクロースに扮して、サリーと私は社員の子供たちにプレゼントを渡すのを手伝いました。それにしても、おじさま、なんとも奇妙な感覚でした。まるでジョン・グリア孤児院の評議員さんと同じくらい、慈悲深い気分になりましたよ。キャンディーでベタベタになった小さな男の子にキスしちゃったくらい。でも頭をポンポンと叩くようなことはしませんでしたけど。クリスマスの2日後、マクブライド家は自宅で私のためにダンスパーティーを開いてくれました。私にとっては初めての本物のダンスパーティーでした。大学のダンスパーティーは数に入りません。だって女の子同士で踊るんだもの。私は新しい白のイブニングドレス。おじさまからのクリスマスプレゼントです。ありがとうございます。起きて、白い長い手袋をして、白のサテンの舞踏靴を履きました。ただ一つ、私がジミー・マクブライドとコティオンの先導を務めるところをリペット院長に見せてやることができたら、もう完璧に、最高に、無条件に幸せだったところです。今度、
ジョングリア孤児院にいらっしゃった時に、どうかリペット院長にこの話を聞かせてやってくださいね。それでは、ジュディ・アボットより、追伸、おじさま、もし私が大作家にならなくて、ただの女の子になってしまったら、ひどくがっかりなさるでしょうか。土曜日、6時30分、足長おじさんへ。今日は歩いて町へ向かったのですが、なんと、ものすごい雨降りになりました。冬は冬らしく、雪が降ってくれればいいのに、と思います。雨ではなくて。今日の午後、ジュリアのご自慢のおじさまがまた訪ねてきました。そして、2.5 キロ入りのチョコレートの大箱をお土産にくださいました。ね、ジュリアと同室だといいこともあるんです。ペンドルトン氏は女子大生の無邪気なおしゃべりが面白かったみたいで、私たちの部屋でお茶をするために列車を一本遅らせました。それにしてもお茶の許可をもらうのがものすごく大変でした。父親や祖父を寮に入れるだけでも一騒動なのに、おじさんとなったらさらに大変です。これが兄弟やいとこだったらほぼ不可能です。ジュリアは交渉人の前でペンドルトン氏がおじであると宣誓した上で、軍書機関が発行した証明書まで提出しなくてはなりませんでした。私、法律に詳しいでしょ？それでも学生部長がもし運悪くジャービスおじさまをちらっと見て、どんなに若々しくてハンサムか知ってしまったら、お茶は諦めなければならないところでした。とにかく私たちは黒パンのスイスチーズサンドイッチでお茶をしました。ペンドルトン氏はサンドイッチを作るのを手伝ってくださって、4切れも召し上がりました。私が去年の夏をロックイローで過ごした話をしたら、センプルさんご夫妻のことやら、馬たちや牛たちや鶏たちの話で大いに盛り上がりました。ペンドルトン氏が知っていた馬たちは、もうみんな死んでしまって、残っているのはグローバーだけでした。グローバーは、ペンドルトン氏が最後に農場にいらした時には、子馬だったのに、今ではすっかり年老いてしまって、牧草地をよぼよぼ歩いている始末です。ロックイロー農場では、今でも、ドーナツを黄色い鉢に入れて、蓋代わりに青い皿をかぶせて、パントリーの一番下の棚に置いてあるのかと、ペンドルトン氏が質問しました。大正解。その通りです。夜間用の放牧エリアの岩場の下にあるウッドチャックの穴は、まだあるのかな？と、ペンドルトン氏が聞きました。その通り、まだあるのです。アマサイがこの夏、その穴で大きなよく太った灰色のウッドチャックを捕まえました。きっと、ジャービー坊ちゃまが子供の頃に捕まえたウッドチャックから25代後の子孫に違いありません。私が面と向かって、ジャービー坊ちゃま、と呼んでも、ペンドルトン氏は嫌そうな顔をしませんでした。ジュリアは、
あんなにご機嫌のいいおじさまを見たのは初めてだと言いました。いつもはかなりツンケンした人なんだそうです。でも、ジュリアはあしらいが下手すぎるんです。男の人というものはうまくあしらってあげることが肝心なんだと私は思います。ちゃんとおだててあげれば、猫が喉を鳴らすみたいに、男の人はご機嫌になります。そうでないと、ふーっとうなります。あまり上品な表現ではありませんでしたね。単なる比喩です。授業では、今、マリ・バシュキルチェフの日記を読んでいます。すごいでしょう？こんな感じです。昨夜、私は突然の絶望に襲われ、思わずうめき声を発し、ついにはダイニングルームの時計を海に投げ込んでしまった。これじゃあ、天才なんかごめんだと思いたくなりますよね。天才がそばにいたら、周囲は疲れるし、家具は破壊されるし、すごい雨、ずっと降り続いています。この調子だと、今夜の礼拝には、泳いでいくことになりそうです。それでは、ジュディより、1月20日、足長おじさんへ。おじさま、もしかして、生まれて間もない愛児を、ゆりかごから盗まれた、なんて、過去はありませんか？もしそうだったら、その赤ん坊が、私かもしれません。小説なら、これで一件落着。めでたしめでたしというところですよね。自分が何者かわからないってすごく変な気分です。なんだかワクワクするようなロマンチックなような、だってものすごくたくさんの可能性があるわけでしょう。もしかしたら私アメリカ人ではないかもしれません。そういう人も少なくありませんから。あるいは古代ローマ人の直系の子孫かも。でなければバイキングの娘とか、あるいは亡命ロシア人の子で、本来ならシベリアの刑務所に入れられてたはず。とか、でなければ、ジプシーかもしれません。多分、そんな気がします。私、すごく放浪したがりな精神の持ち主なんです。まだそれが、十分に開花していないだけで、私の恥ずべき前科をご存知ですか？クッキーを盗み食いしたために、お仕置きを受けて、孤児院から脱走した事件のことです。原簿に記録されていますから、評議員さんなら、誰でも自由に閲覧できるはずです。でもね、おじさま、無理もないことだったんです。お腹を空かせた9歳の女の子に、パントリーで、ナイフ磨きをさせておいて、すぐそばにクッキーの瓶が置いてあって、女の子を一人きり残して、監督の大人がいなくなった後、いきなり戻ってみたら、女の子が口や手にクッキーのカスをポロポロつけていたとしたって、無理はないでしょ？盗み食いをしたと言って、
腕をぐいぐいねじ上げられて、横っ面を張り飛ばされて、夕食でプディングが出た時に退席させられて、他の子供たち全員に、あの子は泥棒なのだからと公表されたら、誰だって脱走したくなると思いませんか？6キロほど逃げたところで捕まって連れ戻されました。その後1週間、毎日他の子供たちが休み時間で外で遊んでいる間、私は悪さをした子犬みたいに裏庭の杭に縛り付けられていました。あらやだ、礼拝堂の鐘が鳴っています。礼拝の後、委員会に出なくてはなりません。今日はとっても楽しい手紙を書こうと思っていたのに、ごめんなさい。Auf Wiedersehen。さようなら。シェア。大好きなおじさま。パックス TV。ごきげんよう。ジュディより。追伸。一つだけ絶対確かなことがあります。私は中国人ではありません。2月4日、足長おじさんへ。ジミー・マクブライドがプリンストン大学の横断幕を送ってくれました。部屋の端から端まで届くくらいの大きな旗です。私のことを覚えていてくれたのはとっても嬉しいのですが、この横断幕をどうしたものか悩んでいます。サリーとジュリアが旗を吊るしちゃダメって言うのです。今年の私たちの部屋のテーマカラーは赤で、ここにオレンジと黒の旗を掲げたらどういうことになるか想像がつくでしょう？でも旗はとっても暖かそうな分厚いフェルトなので何かに使えないかと考えているところ、バスローブに仕立て直してもらうというのは、とっても失礼だと思いますか？古いバスローブが洗ったら、縮んでしまったので。最近、学業の話題が全然登場しないし、私の手紙からは想像できないかもしれませんが、私の時間は、もっぱら学業に注がれております。5つの異なる分野を同時に学ぶという技は、当惑の極みであります。真の学徒たる証は、細部に対する飽くなき熱情に尽きる、と科学の教授は言います。細部に目を奪われないよう注意しなさい、と歴史学の教授は言います。対象から適切な距離を保ち、全体像を把握するように、と。私たち学生が科学と歴史の間でいかに微妙な舵取りを求められるか、お分かりになると思います。私は歴史的アプローチの方が好きです。これなら、ウィリアム征服王のイギリス侵攻が1492年だと言ったって、コロンブスのアメリカ発見が1100年だとか、1066年頃だとか言ったって、単なる細部の一つとして、教授は見逃してくれるでしょうからね。おかげで歴史の講義は安心して、のんびり聞いていられます。科学はそのような安心感とはまるっきり無縁です。
6次元目のベルです。科学実験室で酸と塩とアルカリについて少しばかり考察してまいります。私、塩酸で実験用エプロンの前にお皿ぐらいの大穴を開けてしまいました。理論通りに行くとすれば、強アンモニアで穴が中和できるはず、と思いませんか？来週から試験ですが、心配していません。それでは、ジュディより。